私の声優黒岩です。さあ、この後ですね、もう今移動してもらってますが、アルファロメオ F1 チーム応援チーム代表のフレデリックさん、お迎えしてのトークショーになります。まあ貴重な、ね、話が聞けるんじゃないかなというふうに思いますのでね、ぜひ皆さん楽しんでいただきたいと思います。またね、スタッフの、カッパを着ている、ね、黒の、ベストにスタッフと書いてある、このステージ前にスタッフ、いろいろ皆さんに、ね、ご指示しますが、皆さんが、ね、楽しくステージ周りを、ね、見てもらえるということで、お声掛けをしますので、ルールなど守っていただければというふうに思います。いやー、でもね、今日は最高気温が17度とかですけどね、まあ半ズボンの方もね、今ね、本当の方にいらっしゃいません。風邪ひかないように、ね、ぜひね、お願いしたいなというふうに思います。こちらの方の皆さんも大丈夫ですか？大丈夫。僕全部見えてますからね。はい。少し眠いかなって思ってる方もいらっしゃったりとかね。はい。ぜひぜひ大丈夫でしょうかね、皆さん。はい。なんか動かないと寒いでしょ。僕もこれ、真夏のジャケット持ってきちゃったんで、今、半袖にジャケットが上では寒いんですけどね。でも、ステージに上がると気合が入りますので、大丈夫です。もっと皆さんの方が寒いんでね、もっともっと僕は皆さんの元気をもらいながら頑張っていこうかなと思います。皆さんそろそろ分かってきたと思いますけどね、予定より少し遅れてる感じがしますね。これバツナギトークって言いますからね、どんどんバツナギでトークしようかなと思います。F1 グランプリ3年ぶりですけど、10月の末にはね、スーパーフォーミュラーの最終戦の方もあります。こちらの方のトークなんかもね、用意されていますんで、ぜひ。ちなみに、OK 出ました。それではご登場いただきましょう。どうぞアルファロメオ F1 チーム応援チーム代表フレディック・バスールさんです。ナイスミチュー。ハロー。ハロー、プリン。さあ、それではですね、改めてフレディック・バスールさんです。拍手。どうぞお願いください。いやー、ようこそ。まずフレディックさん、3年ぶりに日本鈴鹿に帰ってきました。そしてこの雨の中、たくさんのファン、一言お願いします。本当負けられない。Yeah, hello to everybody. Thanks to be there today with the mega weather, but we really appreciate your effort. Thank you, thank you. はい、皆さんこんにちは。こんな雨の中たくさんお集まりいただきまして本当にありがとうございます。お会いできて嬉しいです。さあ、まずはですね、アルファロメオといえばボッタスがチームに参加して、そしてルーキーのジョガンユ選手が来て、ベテランとルーキー、とてもいい理想的なチームだなと思いますけど、ここまで戦ってきていかがでしょうか？ Yeah, so far the season is a very good one, but we had a very strong start of the season and perhaps we struggled a little bit more in July, but about the lineup, the combination is a good one. As you said before, with an experienced driver and a rookie, it's going very well. The collaboration into the team is very, very positive. And the mood also, and for us it's a very good season. It's a little bit over the target, but let's keep like this. はい、そうですね、おっしゃる通り、ベテランとこのルーキーの組み合わせというのは、チームにとって非常にポジティブな雰囲気を作り出してくれています。で、今年我々のチームは非常に調子がいいというふうに思っております。特にシーズンのスタートの時期というのは、まあ、好調な滑り出しを見せていたというふうに思います。ちょっとね、このところは難しい局面もありながら、チームの雰囲気としては非常にいい状態だと思います。ボッタスは、要するに前回のディフェンディングチャンピオンですからね。やっぱ車の仕事をしてるエースやはりこれは行ってほしいと思うファンの方も多いんじゃないでしょうか。 Yeah, for Valtteri, you know that Suzuka is the favorite track of the season. That is, we are speaking about this event for months now. That, and he's really enjoying to be back to Suzuka, like all the teams.And for sure that with the weather it will be more challenging, but as the weather conditions are not expecting to stay stable over the weekend, it will be probably much more on the dry tomorrow, and it will be not really a wet weekend, I hope, for the teams, but also for the fans.はい、そうですね、バルデリ・ボッタス選手にとってはこの鈴鹿はお気に入りのコースであり得意としているということなので、まあ、我々もチーム内で期待できるよねというようなことを話していました。まあ、ですが、まあ、チームの状況ですとか、あとはこの天候、ね、雨、こういった状況もありますので、まあ、いろいろそういった難しいところを乗り越えて、まあ、いい結果を出していきたいというふうに思っております。まあ、雨だからタイヤの件もあるのであまり走られないんじゃないかなと思いますけど、ブレイキさん、日本のファンのために P1、P2 走ってくださいね。
As you all know, because you all know perfectly the regulation, we will have an extra set of tires this, today for the free practice events on the way. And for sure, we will have to do some runs. That it's important also for us, because that the last part of the season, perhaps not Abu Dhabi, but could rain also this weekend, Austin and Sao Paulo. It means that we have to be prepared. And I think Suzuka is probably the most complete track during the season. It's a very good one to be testing. And we will do some laps this morning and this afternoon. はい、もちろん知りますよ。もう皆さんご存知かもしれませんが、どうしてもタイヤの制限とかこの雨の状況ですと生じてしまいますので、そういった難しさはあるんですけども、この鈴鹿というチャレンジしがいのあるこのコースをですね、走れるのを楽しみにしております。はい、ぜひお願いしますよ。さあ、そろそろですね、お時間が来てしまったんで、この日本のファンの皆さんにぜひフレディックさん、最後ラストメッセージを送ってください。I really want that we had two tough seasons and we didn't come to Suzuka, and for us it was more than a shame. But I think as all the Formula One community, we really appreciate that you are all there today with this kind of weather waiting for us. And it's really, really appreciated from Alfa Romeo, F1 Team Orlen, and from all the teams and all the drivers. Thank you. それではオフィシャルフォトステーションです。じゃあちょっと後ろ向いて、じゃあ皆さん素敵な笑顔を届けてくださいね。じゃあオフィシャルカメラとチームカメラです。じゃあ行きましょう。3、2、1フォトステーション。じゃあチーム大丈夫でしょうか。 OK ですか。改めてご紹介します。フレディック・マスールさんでした。走ってくださいよ。 Thank you。 ありがとうございました。さあ、続いて準備しまし、できましたですね。予定では、なんとあのマッサさん、ベルベマッサさんがこちら登場になります。いや、久々にね、このステージでまたお会いできるというのめちゃくちゃ楽しみにしています。はい、今ね、あの一応あの僕もこのね、ステージで皆さんと同じ立場ですからね、タイヤの制限もあるというけど、走ってくださいというのはどんどん聞いていこうかなと思いますんでね、この後ホーナーさんにもね、言っていこうかなというふうに思います。そして、まあ、皆さん、あの本当ね、雨の中どんどん、どんどん今、本当、後ろの方も人が増えてますけど、まあ、3年ぶりですけど、だから要するに3年前、あのこのステージの周りでね、多分見た方もたくさんいると思うんですけど、ステージの形状がちょっと変わったの分かります？横が少し短くなって、だけど、ビジョンがめちゃくちゃでかくなって、で今まで少しもうちょっと、こう斜め、こういう感じだったんですよね。それをこうして広くしたのには、あの明日の F1 ドライバートークショーがあって、すごいお客さんチケットも売れてるということで、急遽もうめちゃくちゃ人が見れるようなのと、すごい遠くからでもビジョンをでかくするということで、横が少し狭くなったんですけど、正面側はたくさんの人が見れると思いますんでね、このレイアウトで明日も明後日も頑張っていこうかなと思います。いや、皆さんどうもありがとうございます。ありがとうございます。まあ、いっぱい手振ってくれてありがとうございますね。明日はだってね、あのもうニコと、ね、マックスもこっち側になりましたんでね、ずっと、ね、レッドブルこっちで僕やってて、ちょっと心の中で、ね、あの見た時に、あ、やっぱホンダだからな、向こうかなと思ったらなんかこっち側に来てくれるっていうね、本当にびっくりしまして、明日朝ですよね、いろんなトークになると思います。まあね、本当に明日もすごいですけど、今日もまさにステージ上はもう毎回がスペシャル、竹内まりやさんの毎日がスペシャルみたいなね、毎回がスペシャルなトークショーになってます。この後はベルフェマスタさんね、なんかあのね、多分 F1 2の皆さんはいろいろツイッターとか見てますけど、マスタさんなんかサンリオに行ってましたよ ね、その辺の話ちょっと一回ぶつけてみようかなと思いますので、ね、そんなに好きなんでしょうか、ね、さあ、それではじゃあいらっしゃいました、ご登場いただきましょう。 Everybody in the place ミスターフェルフェHow are you? Fine. Good.
さあ、それではスタートヒント改めてフェルペ・マストさんです。 Hello everyone! Great to be here! いやー、ここに来ることができて本当に嬉しいです。4年ぶりです、4年前ですよ、ここに来ていただいたのは。4 years! Time is passing really really quick、yeah. and I'm so happy that you know, we are here for this race and、me not race anymore but I mean being more able to be together with all of you as a former one ambassador. 4年ぶりですか。いや本当にここにこの鈴鹿に帰ってくることができて嬉しく思います。今僕はドライバーとして走ってないんですけども、その分皆さんと同じ視点でレースを楽しむことができると思います。いや今ねヘルメットもね出してくれました。いやマスターさん4年ぶりですけど、フォルスタイルもお顔もまた変わってなってかっこいいですね。今日も I have more time now to get training。 さすがトレーニングしてるからということですけど、マスターさん3年ぶりですけど、雨の中本当にこの金曜日の朝非常にたくさんのお客さんがいます。マスターさんは日本グランプリのこの鈴鹿サーキットというコースはお好きでしたっけ？Well, first of all, Suzuka track is one of my favorite track, so it's amazing feeling to drive here. It's one of my best track, and、today, difficult day, you know, for everybody to understand, prepare the car, get, and, you know, used to the this weather, and maybe tomorrow dry. This is the sometimes the difficult thing of、Japan and sometimes here in Suzuka. はい、もちろん Suzuka は大好きなコースの一つです。まあ、今日はね雨ということもありますし、で明日がもしドライコンディションであればそういった対応というのはチームにとってはきっと難しいというふうに思いますけども、まあ、それも含めて楽しみですよね。ルーキードライバーこの鈴鹿雨そして明日ドライ予選ですけど、やっぱりルーキードライバーはちょっと難しいですかね、上に来るのは。 Yeah, for the rookie driver is the first time here、you really need to understand everything, you know, understand the track because it's really really high speed corners、and you need a good car, you know, definitely a good car in this、track it makes a big difference, soit's a learning, but I mean, I really hope they can do well. はい、そうですね。ルーキードライバーにとっては、このコースっていうのは本当に難しいというふうに思います。まあ、ハイスピードコーナーも多いですし、あとは、その車のセッティング、いい車をですね、しっかり作っていかないといけないということもありますので、まあ、そういった彼らの頑張りというのも見てみたいですね。あと、ちょっと、SNS 見たら、サンリオに行ってませんでした。I went to many shops, many, many. I love Tokyo to buy. I bought a lot of gifts to my son, to my wife, to my family, everyone. I really love、to make shopping and the meeting the people here in Japan. Really, my favorite place to be. そうです。もう買い物はもういろんなお店を訪れてたくさん買いましたと。まあ家族やですね、まあ、息子や妻やもうみんな、まあ、家族全員のためのお土産を買ってました。そうだね。はい、サンリオファン、オンリーファンだと思ったらお土産だったんですね。ドラマで書いてある。Yes, Hello Kitty. For my wife says you need to go to Hello Kitty. I want everything from Hello Kitty. So I bought a lot of gifts for her, for my nephew, for all my family. I spend a lot of money here in Japan. So very good. はい、実はうちの妻の奥さんがもうキティちゃんグッズを山ほど買ってこいという指示が出まして、あとはまあ親戚一同も含めてですね、まあ、かなりのお金をこの日本で使ってきましたよ。日本のためにありがとうございます。ありがとうございます。それではですね、ぜひ日本のファンにラストメッセージを一言、マサさんお願いします。Well, first of all, it's really great to be here in Japan with all of you guys in this track.And I have to say, Brazil in São Paulo has the biggest Japanese community in the world. So I really love the Japanese people, the mentality, the way you all are with us, you know, as a driver, as a fan. So I love Japan, I love to be here, and I really hope we all have a fantastic race together to watch and celebrate back Formula 1 here in Japan. Hope the weather will be better, but thank you very much. Arigato. Thank you. はい、もう
ここの鈴鹿に帰ってくることができて、皆さんと再会できたことが本当に嬉しく思います。まあ、ブラジルは日本人の社会も大きくてですね、まあ、自分にとっても日本が身近であり、日本人の皆様がいかにこう素晴らしいかというのはよく分かっています。まあ、ドライバーとファン、この一致一体になってですね、このイベント盛り上げていきたいと思いますので、まあ、明日の天気気になりますけど、ぜひ楽しんでいきましょう。よろしくお願いします。さあ、それでは最後にフォトセッションお願いします。Thank you! Thank you! マサさんの本を撮ってください。はい、マサさんの本でも撮るということでね。さあ、じゃあオフィシャルの方、そしてチームの、あのね、仲間の方、はい、撮りますよ、手振って、イエーイ。さあ、あ、動画です、動画ですよ。あ、動画です、ごめん、動画じゃなかった動画じゃなかった、ビデオ、ビデオですよ。心の中でマスターって叫べ、マスター、俺が叫ぶ、マスター、マスター、Thank you。はい、じゃあオフィシャルさんお願いします。じゃあオフィシャルカメラですよ、もう一度皆さんフォトセッション、3、あ、撮ってくれた、3、2、フォトセッション。ありました、あ、もう一度撮りますよマスターさん毎回こう自由だはい、もうマスターさんにお任せしましょう。はい、マスターさんです、フォト OK です。改めてミスターフェリペマスター、ありがとうございました。さあ、そしてですね、ここでちょっとね、残念なお知らせなんですが、レッドブルレーシングのですね、クリスチャン・ホーナーさんなんですが、ちょっとチーム関係の、いろんなことがあって、ちょっと来れないというニュースが今入りました。ごめんなさい。僕もいろいろ調べりたかったんですけどね、僕が一番聞きたかったのは、どんなパワーユニットもなんで速いんでしょうかという質問を一個聞こうと思ったんですけど、ちょっと聞けなかった。